でも私いまだにあの大階段がさ、うん、あのなんかあれってその見せながら出す演出の時もあるけどさ、うん、その後ろに本当はさその吊られてるじゃん、うん、あの大階段って、うんうんうん、舞台の後ろに。そうだね。こうご存じない方のために簡単に説明すると、うん、その階段の一番上の部分がこう、うん、一番後ろに引っ張っていかれてこうまっすぐ縦に収納されてるんですよ。そうそうそう、壁みたいになってるんだよね。そうそう、うん、であれがさこう後ろから出てきて階段になるじゃん、うん、うんうんうん、でこう斜めがこう縦がだんだん斜めになって階段になるじゃん、うんうんうん、あの階段ができってないところで踊らなきゃいけないっていう夢を未だに見るんだよ。うわ、だからその階段のその乗るところが斜めのままなの、うんうん、めっちゃ怖いじゃん。マジ怖いって思いながらやってる。夢めっちゃ見る。すごい夢だね。未だに見るそれ、ね、私もね、でも実はねちょっとしかいなかったくせにねめっちゃ今でも見る夢がね、あの下着あるじゃん、あの男役独特の、 あの胴布団と、うんうん、あのガードルみたいな下着あるじゃん、うんうん、あの状態で衣装着ずに出ちゃう夢。しかもめっちゃ完璧なの、顔とかめっちゃ他完璧で、で、うん、そういう下着の状態で出ちゃったって思うので、やらなきゃいけないことが銀鏡をこうさーっと履けていかなきゃいけないんだけど、羽みたいなの持って履けるんだけど、めっちゃクールな顔して超笑顔で客席を見ながらさーってやってるんだけど、やってる最中にやば私裸で出てきちゃったみたいな、そのやっぱ衣装着てないって思いながらすごい平然とした顔で通り過ぎる夢見る未だに。でもなんかそういう夢あるよね、うん、これ何回も私割と何回も言ってるけどさ、うんうんうん、私ベルバラのさあの、うん、最初のさあの小公少尉工場とバラの少年みたいなあの、うんうん、ご覧なさいのさ、うん、ところをリアルでやってる時にさ、うんうん、あれってさ開演の時のあの、うん、カラーンコロンってあのベルの音で出ていくんだけど、うんうんうん、あのベルの音が鳴ってんのに、でみんなバラの少年とバラの少女の衣装着てるのに、うんうんうん、私だけあのさ袖とかさ裾がモサモサになったのラテンの衣装あるじゃん、うん私だけ俺着てたやばいってなるとき夢はね、なんかその公演中に見たのが忘れられないんだよね。それめっちゃおもろいね。だってその衣装自体ないでしょ、だってその日どこにも、あの私は着てなかった、あの、うん、あ別の人に着てた衣装か、ビガールナンバーでバラのタンゴっていうさ無意味にオラつくナンバーあるじゃん。わかったわかった、赤とか黒で出てくる人たちだ、あのさ斜めに帽子かぶって出てくるやつ、うん、そうそう、あんな感じなんだけど、まあ、当時はもちろんだけど、うん、私そんなの出てなかったんだけど何だったんだろう。